まあ、それでは引き続き、まあ、うちがその、まあ、どうして、まあ、この、まあ、断熱型枠っていうのを、まあ、これを採用してて、まあ、それによってどういうふうな、まあ、効果が得られてるかっていう、まあ、そういうふうなのを解説していきたいんですが、まあ、これはその、まあ、いろんなこういうふうな断熱材 の、 そのメーカーっていうのが、まあ、あるわけなんですよね。当然それぞれそのメーカーによって、まあ、メリットデメリットっていうものがあって、でその中でどれを選定していくかっていうのはその建物の全体構成の中で、その建物のコンセプトに合わせてどの工法を採用するのが、まあ、最適かっていう話で、まあ、うちとしてこれが最適だっていうだけで、まあ、この工法が一番いいってわけじゃないんですよね。これはあくまでもケースバイケースだよっていう、まあ、そういうふうな話を前提に解説していきたいわけなんですが、まあ、まずこの断熱型枠って何っていう話からいきたいんですけど、断熱型枠って、まあ、こういう、まあ、例えばこれは他にもいろいろあるわけなんですが、まあ、コンクリートっていうのは、まあ、あの基本的にこういうふうなやつで木の板を、まあ、両方にこういうふうに組むわけなんですよね。両方にで、まあ、排菌がされてて、でこの中にコンクリートを流し込ん で、 でコンクリートを固めるっていう、まあ、これがその鉄筋コンクリートの作り方ってわけになるわけなんですが、このこっち側をコンパネっていう木の板じゃなくて、こっち側をこの断熱材ですね、でこれにしちゃおうっていうのがいわゆる断熱型枠って呼ばれるものなんですよ。やり方っていうのは大きく分けて 2パターンあって、まあ、いわゆるこういうふうにコンパネでして、でこのコンパネでコンクリート の、 構造体が見えますよね。でその後こういうふうなものを接着剤で貼り付けるやり方もあるんですが、そうじゃなくて、ここの型枠をやめて最初からこれを設置してて、この中にコンクリートを流し込むやり方と、まあ、完成した後で貼り付けるやり方があるわけなんですが、先に施工した方が、まあ、いい面っていうのは多いわけなんですよね。いわゆる断熱型枠としてこういうのを使うと、ここにこの断熱材がコンクリートとすごく密接にくっついて、ここ接着剤じゃなくくっつくんですよね。まあ、そういうふうな性質がコンクリートにあって、そのコンクリートの性質を利用してこの断熱材とコンクリートをくっつけれるっていう、そういうふうな話になるわけなんですね。接着剤でくっつけるとやっぱその接着剤に耐用年数っていうものがあって、まあ、どんどんその接着性能っていうのが、まあ、弱くなっていってしまうんですよね。まあ、特に接着剤なんで長くなるとやっぱ硬くなるんですよ。樹脂系のものなんで、まあ、防水もみんなそうなんですが、長い年月の上で固まってくると、前は揺れに追従できてたけど追従できないとかっていう話がやっぱ出てきて、まあ、木造でこういう風なので合板の上に接着することっていうのはまあありますが、やっぱその耐久性の面で信頼性っていうのはやっぱそこまで高くないわけなんですよね。それに比べてこのコンクリートにこういうものを打ち込むっていうのはまあほとんど永久的な接着性能っていう、まあ、接着というかもう固まってしまってるんですけど一色単に、そういう風な性質っていうものがあるわけなんですよね。まあ、こういう風な打ち込み型枠って言われるものなんですが、打ち込み型枠はもうだいぶ歴史があるんで、もう50年ぐらいは普通に歴史があるんで、この打ち込み型枠っていうものが問題ないよっていうのは、まあ、歴史が証明してるわけなんですよね。打ち込み型枠のこれ外すの大変なんで、解体するときに全然外れないんですよ。接着みたいに簡単に外れないんですよ。解体が大変だよっていう、まあ、そういうふうなデメリットは逆にあるわけなんですが、そのずっとついてるっていうのは、まあ、大体立証されてることなんですよね。まあ、その上でその例えば木造とかだと、まあ、その接着に頼るのも、まあ、どうかなって話に木造だったらなってくるんで、だ木造はだからそのビスで上から留めてるよっていうことになるん で結局そのさっきの話でこのビスがこの浮いちゃってるんで、まあ、揺れによってこの落下のリスクあるし、この揺れることになるんでこのまあビス周りが緩むってことになるんですよね。だしそのこの断熱材をそもそもあんまり厚くできないよっていう中で、このコンクリートの打ち込み型枠だったら簡単に厚くなるんですよ。ここでくっついてしまってるんで、
なんだこれが、だこれ4センチのやつですけど、まあこの商品が ある分には厚くできるんですよね。まあ10センチまでだったと思うんですけど、だ外断熱で10センチにしても全然簡単にできるよっていう、まあそういうふうなことになるわけなんですよね。木造で10センチって無理なんですよ。まあさっきの話の釘が浮いちゃうこととか、まあ、接着剤で貼るっていうのもどうかなっていう中で、木造でそういうふうな外張り断熱っていうのはできないんですけど、R シーゾンの場合は外断熱としてそういうのが簡単なんですよね。外断熱っていう言葉は、このコンクリートの躯体の 外に断熱材があるのを外断熱っていうんで、木造で外断熱っていうのはないんですよね。これ外張り断熱、外断熱っていう話になるわけなんですが、R シーゾンの外断熱っていうのはこういうふうに非常に簡単にできる。その中で、まあ、外断熱って一言で言って、まあ、いろいろあるわけなんですが、まあ、じゃあなんでこれ使ってるのって話があるわけなんですけど、これはこの支持、この黒いところがビスが打てるようになってるんですよね。でビスが打てるようになってるんで、まあ、ここの同じような話、ここの接着剤の耐用年数の話は、まあ、あるわけなんですが、工場で施工されてる商品と現場で施工されてる商品っていうのは基本的には全然違うんですよ。信頼が置けるんですよね。まあこうなんというか、やっぱりここでしかもやる、ここで現場で接着するってなると、いやまあ難しいんですよね。型枠自体、まあこういうふうにその平滑なわけじゃないんですよね。これとこれ隣の型枠って、まあ、微妙にこういうふうにずれたりしてるわけなん でそういうふうなものを接着塗って上から貼ったって、まあ、ちょっと硬かったりして外れやすくなったりするその部材っていうものが出てきちゃうわけなんですよね。平滑にならないんですよ、下地っていうものが。に比べて、まあ、これだから全然ここの話とは全然違うんですよね。工場で接着してるっていう、まあ、そこが全然違うよ。しかもこの一体成形なんで、そこ後から前工場で見に行ったんですけど、まあなんか外れるっていうような感じじゃないですよね。まあでもまあその絶対かって言われるとあれなんですが、まあ基本大丈夫だよって、まあそういうふうなものになるわけなんですよ。まあそういうふうなことで、まあまあ、少なくとも現場接着に比べれば、まあ、かなり信頼が置けるものではあって、で、まあ、そういうふうにここに部材がついてるっていうメリットがあるわけなんですよね。どういうふうなメリットかっていうと、この下地を利用してやることで、例えば外断熱にしたとしても貫通がなくなるんですよね。さっきの話、まあ、貫通するっていうことは、まあ、そこが欠損になっちゃって、まあ、しかもこの貫通部材が鉄ですから、まあ、鉄で熱損してしちゃうわけなんですけど、この接着だとそういうものがないよってことになるわけなんですよね。まあ、こういうふうなコンクリートの躯体にこれ接着っていうか、この一体、打折による一体によってくっついてますから、まずビスがないと。まあ、R シーゾンの場合は、まあ、揺れないんで、その木造に比べれば全然緩みっていうのはないわけなんですが、とはいえないに越したことはないよっていう、こういうふうな貫通部がないに越したことはないのはこれは明白で、まあ、鉄で貫通することになるんで、だからこの接着でくっついてるっていうのはまずこの貫通部材がないよっていう、まあ、そういうふうな話になるわけなんですよね。で、もう一つメリットがあって、まあ、こっちのメリットの方が大きいわけなんですが、この酸を利用してこのサッシ周りを木造用のサッシで固定できるわけなんですよね。一般的にその R シーゾン用サッシに比べて、まあ、最近はちょっとそういうもので断熱性の高いもの出てきてて、 R シーゾン用サッシって、まあ、とはいえその値段が高いわけなんですよね。そういうふうなものに比べて木造用サッシっていうのは、まあ、規格品しかほとんどないんですが、とはいえ価格が抑えられて断熱性能が高いサッシなんですよ、 R シーゾン用サッシに比べて。だそういうふうな木造用サッシを使うことで、断熱性能を高くしながら、まあ、コストっていうものを抑えれるわけなんですよね。普通の R シーゾンの住宅に比べて、
で、いわゆる断熱性能と価格っていうものを両取りできてるっていう、まあ、そういう風な側面があるわけなんですよ。こういう風な部材が固定されてる断熱材を使うことで、まあ、一言で言えば住宅用サッシが利用できますっていう、まあ、そういう風なことになるわけなんですよね。まあ、でも最近その RC 沿いをサッシでも、もう本当断熱性能高くてそこまで高くないの出てるんで、まあ言うほどのメリットじゃなくなってきてるんですが、まあとはいえまあうちで言うとこの外断熱を採用される方っていうのは、まあ窓もまあ非常に高性能なものを使われたいっていう要望もある中で、トリプルガラスのサッシとかも普通に固定できるんですよね、ここが。だそういうふうな収まり、いわゆる木造用の収まりにも対応できるっていう、まあ、そういうふうな収め方が可能なんですよね、ここに下地があることで。ここ一般的な RC 沿いを指してどうなってるかっていうと、まあ、こういうふうにコンクリートの躯体があると、ここを一回躯体に溶接してるんですよね、この指しの枠自体を。でその後にこういうふうな外断熱のを、まあ、さっきの話で貫通部材とかで固定して、金物とかで固定してるんですよ。でそうなると、まあ、どういうふうな話になるかっていうと、まずこの貫通が出てきちゃってるんですよね。貫通が出てきてるっていう、まあ、1点、まあ、これはマイナスポイントだと思うんですけど、まあ、1点マイナスポイントとしてあって、まあ、もう一つはこのサッシがこっちよりも価格が高い、まあ、そういうふうな、まあ、価格的なデメリットがあるってことと、あと商品点数が多くないわけなんですよね。だからその本当高性能なサッシはないんですよ。まあ、いわゆるその住宅で使われてる、まあ、トリプルサッシとか、まあ、場合によってはリクシルさんとかあれですよね、5枚入りガラスとか、ガラスが5枚のやつあったと思うんですけど、まあ、そういうふうな商品もこっちの収まりだったら可能なんですよね。まあ、RC 像っていうものを求められるときに、まあ、高性能なものを求められたいっていうときに、いわゆるサッシも高性能にして、でさらにいわゆる壁式 RC 像の高性能なこういうふうな魅力っていうものを追加して、さらに断熱性も木造住宅よりも優れたものにしようよっていうのが、これだと可能なんですよね。まあ、例えばここ、まあ、さっきの話、まあ、そこまで無理なくやるときに10センチまでは普通に無理なくできるんですよ。で外側10センチの断熱材にして、しかもそれがただ10センチの断熱材があるだけじゃないんですよね。この内側にコンクリートっていう蓄熱体がある壁構成で持ってって、さらに断熱材が厚くできるっていう、まあ、そういう風な話になるんですよ。これ誘致だけで言ったら、まあ、当然内側も吹いた方が誘致上がっていくわけなんですが、そんなもったいない話はないんですよ。このコンクリートの蓄熱体っていうものを利用して住環境を整えた方が、まあ、基本は快適なものになるんですよね。だからその数値だけを追うっていうのは、だそういうふうな、それ木造用の数値だろうみたいな話になるんで、まあ、RC 像でそこまでその数値にこだわる理由ってあんまりなくて、ある程度 の, まあ、この誘致っていうもので、このコンクリートっていう蓄熱体があることで非常に快適になるんですよね。それで十分なんです。だそのコンクリートの魅力を損なうっていう考え方は、あまりにも数字にとらわれてるだろうっていう、まあそういうふうに、まあ、一応当社では考えてるというか、まあ、実際建ててってる家がそういうふうになってますよっていう、まあ、そういうふうな話になるわけなんですよね。まあ、そういうふうな話で、まあ、当社で言うとこういうふうな型枠を、まあ、採用してますっていう、まあ、そういうふうなことになるんですよね。まあ、考え方はそれぞれで、まあ、それぞれ他の断熱材にもメリットっていうのはあるとは思うんですが、まあ、うちのやり方で言うと、まあ、そういうふうな話に、まあ、なりますよっていう、まあ、そういうふうな話ですね。今回は以上になります。まだ動画の視聴よろしくお願いします。